皆様こんにちは、小林良平です。今日はですね、急遽ちょっとですね、悲しいお話をしないといけないんですね。と言いますのがですね、前の僕の動画で話題にした AV 男優の沢木和也さんなんですが、今月の6月19日に亡くなられたそうです。治療を一生懸命、がんのね、喉頭がんの治療を一生懸命頑張っておられたんですけど、僕もツイッターでずっとやり取りさせていただいてて、もうずっとどういう感じなのかなっていう動向もね、ずっと気になってたんで、もう見てたんですね。で、まあその毎日ですね、やっぱその病院に行く動画、車の中からこう今から行ってきますとか、なんかそういう風な感じの動画がよく出てたんですよね。僕も常に頑張ってくださいってこうメール、送ってですね、ツイッターの方からですね。まあそういう感じでやり取りしてたんですけど、いつだったら6月の5日か6日ぐらいから、ピタッとこう、沢木さんのツイートがなくなったんですよね。で、僕ちょっと思ってて、そしたら最後のところに、なんか最後のそのツイートなんですけど、なんか痛いってもう辛いみたいな、もう無理みたいな、一言だけ書いてあったんですよね。で、僕それ見た時に、と思ったんですけど、それからもうやっぱり全然その更新がなかったんですよね。で、ちょっとどうなってんのかなと思ってね、誰に聞くわけにもいかないしね、こういうのっていうの僕は、ね、その沢木さんの周りの方も誰も知ってないしね。で、まあそういう感じでちょっとどうなってんのかなと思ってたんです。そしたらですね、やはり、ね、最悪の事態が起きたみたいで、今日ね、僕もツイッターの方でね、沢木さんが亡くなったっていう話を、もう聞きまして、見ましてですね。もうやっぱりこう、なんて言いますかね。ああ、っていうこう、残念っていうね、こう、なんとも悲しい気持ちが襲いましたね。いや、本当にね、同世代なんですよね。僕、二つ下なんですよね、僕の年が。で、まあ、前の動画でも話したと思うんですけど、もちろん AV 男優っていうね、ちょっとやっぱりそう、変わった、ね、特殊なやっぱり、彼は、仕事をやってる人だったんですけども、僕もそのね、彼のすごいその、AV のその中でですね、その喋りとかですね、そういうのはすごく面白くてですね、本当になんかこう、喋りの参考になると思ってですね、すごくずっと見てたんです。若い時にね。で、それでね、それからもうずっとやっぱりこう、沢木和也っていう名前はですね、ちょっとなんかこう、ね、AV を語る上においてはですね、必ず頭に浮かぶようなね、やっぱりそのぐらいのやっぱり人物だったわけです。僕の中でね。で、やっぱりそういうところでですね、やっぱりちょっとこう、今みたいなツイッターとかそういうような SNS が発達してね、やっぱりそういう沢木さんの動きがこう知れた時にですね、僕も思わずメッセージしたわけです。そしたらやっぱちゃんと気持ちよくね、彼本人から僕の方に返してくださってですね。で、そこからですね、まあ、何回かやりとりして、で、僕もちょっと、自分が母親を癌で亡くしている経験もありまして、やっぱりその辺からちょっと僕は自分で勉強したようなこともあったので、まあそのようなこともちょっと沢木さんにお知らせしたりとか、まあこのような治療法がいいんじゃないですかとか、やっぱりそういうようなことも何回かこう、まあ、こうやり取りさせていただいたんですよね。で、まあそれをですね、まあどうされたかはちょっとわからないんですけども、まあでも病院にね、ずっと通って行っておられたんで、まあ、でもね、正直ちょっと声もですね、どん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 、まあ喉頭癌で、ここのね、癌ですから、声もやっぱりどん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 こうなんか出なくなっていってですね、もう細い感じ、かすれたような声になっているようなね、そういうこう雰囲気にだんだんこう日々日々なっていってるなっていうのも僕は感じてたんです。はい。でもね、まあやっぱりそのね、ガンっていうのはやっぱりこうね、その治療してるうちにこうやっぱり本当に奇跡が起こってですね、急に解放に向かって、やっぱりこうね、すべてなくなったみたいな、そういうね、奇跡的な話もね、僕は母親のことを調べてるときにやっぱりたくさんこう見ましたしね、やっぱりそういうことがね、やっぱり起こればいいかなって、やっぱり期待はしてたんですけど、まあその期待もやはり虚しくですね、無情にもですね、亡くなってしまったんですよね。いや、本当に残念です。もうね、直前までやっぱりちょっとね、やり取りさせていただいていた、やっぱり身としてはですね、同年代ですしね、もう本当にね、もう悲しいです。はい。もう本当悲しいの一言。もうね、僕も今までやっぱり人のね、死にはやっぱりいろいろ直面はしてきたんですけどね、自分の親とか、やっぱりね、おばあちゃんとか、友人とか、まああったんですけど。まあでもね、本当にもう、このぐらいの年代になってくるとね、やっぱりそういう話もちょっとやっぱ周りにも増えてくるし、でもやっぱ沢木さんだってまだ53歳だから、
全然若いんですけどね。まだ死ぬような年代じゃないんですよ、本当は。で、そうそう、それでですね、その沢木さんがですね、癌がまあ、自分で分かった時にですね、まあ、自分のその今までのその AV 男優としてのその生き様をですね、一つのやっぱり自伝として本にまとめてですね、それを、皆さんにこう見てもらおうと、自分のその就活ね、終わりのね、方のね、就活に当てるという形でですね、自分の自伝をその発行するにあたって、なんかクラウドファンディングでね、雑誌のその制作費とかをこう募集されてた、されてたんですね。で、僕は、すごくね、微力ながらですね、やっぱりそこら辺、クラウドファンディングの方にもちょっと協力させていただいたんですよね。そしたらですね、それの、クラウドファンディングに参加したことの、お礼という形でですね、その沢木さんの本が発売された時には、その本を、送りますっていう、ことだったんですよね。はい。で、闘病生活の間に、やっぱりその本屋さん、出版社さんといろいろやって、まとめておられたんでしょうね。で、やって、で、この間ついにですね、いつだっけな、あれ、6月のですね、今日は27だから、24日か25日ぐらいにですね、僕の手元にね、その本がついに届いたんですよ。これです。この方ですね、沢木和也さん。はい。これが届いたわけです。はい。こう書いてありますね。はい。でね、やっぱりこの本が届いたタイミングと、沢木さんが亡くなっていたタイミングが同じだったような気がしてですね。いや、僕はもうそういうのにもね、すごくなんかこう、なんとも言えないこう気持ちがあるわけなんですよね。だから届くと同時に命がなくなってるみたいなね。それまでちょっとこうね、元気にされてる時もあったのに、やっぱりなんかこういうのっていうのはあるのかなと思いますね。で、まあこれから僕ちょっとね、こうゆっくり読ませてもらおうかなと思ってるんですけども、最初のページにね、この沢木さんの一人息子さんがおられる、今高校生ぐらいなのかな、が小さい時に、お父さんに、こう、当てた、こういうね、手紙とか、あと、この、似顔絵ですね。こういうのが載ってるんですよ。子供さんから。ね。でもやっぱりこういうのもですね、僕も自分もちろん経験ありますから、やっぱりこういうのを見てる時っていうのはもう最高に幸せですよね、親として。こういうのを子供にもらった時の瞬間っていうのは最高に幸せなはずなんですよね。で、その時っていうのは、やっぱり何としてもこの家庭と幸せを守らなきゃいけないってこう強く思っている時期なんですよ。どう考えてもね。だからその時にですね、子供がやっぱりまだね、中学生、高校生、一番やっぱ希望もあっていろいろ考えるじゃないですか、将来的なこともね。どうなるのかなとか。やっぱりそういうやっぱりこう幸せな中でですね、死んでいかなきゃいけないというですね、この人生最大のこの試練、沢木さんのですね、いやー、これはね、僕らもう考えられないですね。もう本当にもうあまりにもちょっと気の毒でですね、もう本当自分で置き換えることができないぐらいの胸がやっぱりこう締め付けられるような思いですね。はい。だからもう本当にね、今日はこの僕のチャンネルですね、このちょっと本当になんか暗い話題でですね、大変申し訳なかったですけども、まあ本当に僕はもう前もね、登場させてもらったぐらい、沢木さんっていう人は、やっぱりこう、僕買ってましたんでね、すごく。やっぱり本当に、元気になってほしかったんですけど、残念ながら、力尽きてしまったというね、本当今日は残念なお知らせです。本当に、沢木和也さん、闘病生活、ご苦労様でした。本当にね、お疲れ様でございました。これから安らかに、お眠りください。本当に心よりご冥福をお祈りしております。先ほど僕が沢木さんとやり取りさせていただいていたツイッターのメッセージのところを見返したんですね。そしたら前に沢木さんが僕が仮面ライダー頑張ってるんだっていう話をやっぱり見てくれたみたいで、小林さん、仮面ライダー実現できるよう頑張ってくださいって、こうして書いてくださってたんですよね。ですから、いや本当に沢木さんのこういうふうに言ってくださった気持ちのためにも、僕もね、今生かされてるんで、もっともっと頑張って活躍しなきゃいけないなと、心より思いました。はい。それとですね、先ほどのね、沢木さんの本なんですけど、これ最後のところにですね、やっぱりこう、協賛者の名前、僕の名前もちゃんと、小林良平、見えますかね。
真ん中辺にあると思うんですけど、クラウドファンディングに参加してくれた人たちの名前を最後に載せて、くださってるんですね。だからこうやって沢木さんのね、こういう本当に、出された本にですね、自分の名前がごクレジットされてるっていうことは、本当に心から嬉しいです。この時、この瞬間に今生きれたことに感謝してます。